また出ねえ。どなたですか？セフィロス。もう随分連絡が取れないんだ。知らないのですか？セフィロスさんは資料室にこもりっきりらしいですよ。資料室は情報端末の持ち込み禁止ですから、しょうがないですね。資料室？何でも昔の科学部門のことを調べているそうです。ああ。エアリス、どうした？うん、あのね、いつ作ってくれるのかなって。作る？あ、花売りワゴン忘れたの？忘れるわけないだろ。待ってろ、すぐ行く。ここは八番街、娯楽が盛んな街だ。噴水前広場から時計台を越えるとラブレス通りに行けるぜ。階段を登って歩いていけば一番街駅へ通じている。駅からは五番街スラム行きの列車が出ているぞ。アンジル、どこにいたんだよ。すまない、これでも忙しくてな。まったく、セフィロスとも連絡が取れないし。あったのか？別に、なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べてるってさ。そうか。もう行くのか？何しに来たんだよ。ジェネシスとホランダーがモデオヘイムにいる。へえ、それを伝えに。仕事してるんだね。気持ちだけはまだソルジャーだからな。ラザードにも伝えておいた。迎えが来るはずだ。モデオヘイムで仕事だ。分かってる、待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？複雑な関係だ。ふん。彼女からは何も？何にも。ならば私からも何も。まあ、いいんですけどね。いいんですけどね。Okay.
いきなりモンスターのお出迎えとはね。トン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ、不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。花の手入れ、俺も手伝うよ。うんうん、いいの。だってお花たち、私に世話してもらいたがってるから。マジかよ、後悔すんなよ。頑張って。おうよ。なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。ザックスは？俺？ゴンガが。あ、笑った。今笑ったな。知ってるのか、ゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって。知らないくせに。行ったことはないけど、マコーロがあるんだろ。ミッドガル以外で魔航路があるところは大抵。他には何もない。喜べ、ゾン。俺とクラウド。俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。
ああ、任せる。優しい顔してなかなかやるね。助かったよ。サンキューね。役に立ったならよかった。逃げるなら今のうち。これがソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやる。おっしゃー。コンフリクトリゾルブ。
っしゃー。コンフリクト・リゾルブ。アクティベイティング・コンバット・モード。かかってこい。ちょっと待つか。ザックス、あのさ。ん？そのソルジャーってどんな感じなんだ？ああ、質問の意味が分かんねえぞ。ま、お前もなってみりゃ分かるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。
クラド、あれ。ジェネシス軍だ。魔鋼の試験堀に使われた施設だ。よし、俺が行く。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。想定外だから放っておけって？ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。じゃあこれは、まず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入で、中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって。ソルジャーはただの戦闘バカじゃないってとこを見せてやる。入り口はあの倉庫の裏手だ。潜入手順は任せる。ああ、分かっていると思うが、この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。動かずじっとしているとどんどん体温が下がる。下がった体温は得意のあれで回復しろ。あれか、分かった。ソルジャーはやっぱりすごいな。我々はここで待機している。寒さにはくれぐれもご注意を。